こんにちは。チャイルズシートラボでございます。えー、今回はマキシコシのジュニアシート、コアプロアイサイズとモリオンアイサイズの違いについて、えー、ご説明していきたいと思います。それではまず両製品の共通しているポイントから、えー、ご説明いたします、えー。使用期間といたしましては、えー、身長1 0 0センチから1 5 0センチまで。 年齢で申し上げますと3歳半から12歳頃までお使いいただけるようになっております。それではこちら、モリオンアイサイズの特徴についてご説明いたします。まずですね、こちらの頭と肩周りございます。で、今までの R129 になる前の一つ前の安全基準のものだと頭の部分、ヘッドレストだけ上げ下げできますよという形だったんですが、やはりまあ側面からの衝撃からお子様を守るという意図で、頭の高さと連動して、 このように肩周りも合わせて上がるようになっています、はい、で一応こちらですね横からご覧いただきますと、えー、こちらですね垂直から約30度ほど角度を動かせるようになっていますこちらミニバンですとかまあ、後部座席がリクライニングできるお車であればお車に装着していただいた状態で、えー、お車のシートの 背もたれの角度に合わせて若干のリクライニングといいましょうか角度の調整ができるのがこちらの製品の特徴になります続きましてこちらのコアプロアイサイズですがコアプロアイサイズの方も先ほどのモリオン同様ですねこちら肩周りと頭の部分が連動してこう高さが変わりますがコアプロの場合はもう1つ特徴が追加されているのがです、ね、これちょっと画像では分かりにくいかもしれないんですがこちら背もたれの高さを上げるとですね こちら肩周りの幅もこう連動して広がるようになっていますですのでどちらかというとオンアイサイズというのはもともと1 5 0センチ相当のお子様がもともと乗れる肩幅になっていることに対してまあこちらはお子様の成長に合わせて肩幅もえ都度変えていくという形になりますのでまあシートサイズの余裕の森温アイサイズでお子様へのフィット感という意味ではコアプロアイサイズというところで収まり具合が変わってくる感じでございます。 であと、こちら、あのー、一応、売りになっているポイントといたしましては、こちらにですね、えー、ちょっとライトがございまして、こちら、お子様が座ってから3秒後に、えー、22秒間、えー、ライトがつくようになっています。このような形ですね、はい、見えるでしょうか。で、ちょっと今、明るい店内なので、えー、ちょっとわかりにくいんですが、これ、なかなかあの地下駐車場とかですね、えー、行ったりしますと、まあ、結構明るく照らしてくれるので、まあ、 えー、シートベルトを差す、えー、パパママや、えー、お子様も、まあ、非常に見やすくて、えー、やりやすいというのが特徴になっています。でこちら22秒後にですね今このようにちょっと自動的に消灯いたしましたがあもう一回つけたいなっていう時にはこちら任意でですねスイッチを押していただきますとマニュアルで点灯させることもできます。今までどちらかというとシートベルトはあのパパママに、えー、もうつけてというので。 あの特に関心なく座っていたお子様も光ることであ何これ私自分でやってみたいというのでちょっとやる気スイッチ的な効果もお子様によってはございますので、まあ、そのあたりもご検討の材料にしていただければなと思いますそれではお車へのお取り付け方法についてご覧いただきますまずはモリオンアイサイズからですこちらアイソフィックスのコネクタをですね左右このように伸ばしていただきましてあとはお車の シートにございますアイスウィックスの場合に、えー、くちっと差し込んでいただけばこれで取り付け完了でございますで、お車のシートに、えー、もうこちらアイスウィックスで固定できましたらあとはシートベルトをベルトガイドに通していただいてこちらでお子様を乗せて完了でございます コアプロアイサイズの取り付けもご覧いただきます。こちらも同様にアイソフィックスのバーを出していただきまして、お車のシートの背もたれと座面の隙間にあるアイソフィックスのバーにカチッと差し込んで押し込んでいただくと。あとはこちらのお車のシートベルトのこちらの肩の部分、こちらにですね、ちょっと見えにくいかもしれないですけど、ベルトガイドがございまして、こちらにスッと通していただきましたら、あとはお子様を乗せて、 大人と同様、3点式でベルトをかけてあげれば完了と。と、このような取り付け方法になりますので、まあ、比較的新生児から4歳までお使いいただくシャイルシートであったり、1歳頃から12歳頃まで長くお使いいただくロングユースタイプと比べても、取り付け方法自体は非常にシンプルになっております。以上となります。ジュニアシートのご購入をご検討されている方の何かしらの参考になれば幸いでございます。 ご視聴ありがとうございました。